やばい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 ワンピース105巻ということでピンボケしておりますけども、今回も激アツすぎませんでした。いやもうついに来ましたね。やばいね。いつもはですね、僕一人でコミックスの最新刊が発売されたらレビューやってたんですけど、前回からですねやっぱり二人でやろうよということで仲良くやってるんです。やってますよ。二人合わさったらこの熱量掛け算になってる思う。そうなりますよ。今回もですね、事前に僕読み込んで付箋を貼ったんですよ。はいはいはい、特に紹介したいし、はい、見てこの付箋めっちゃ貼ってるから。え、一個しか貼ってなくないですか。見て見て、ほらほら、いやもう付箋分厚って書いて、これもしかして貼ってへんのじゃん、ほら。うわ、え、ちちいつもはこの付箋をね、はい、貼っとくんですよ事前に。え、そうそうですか。違う違う、全ページ貼ることになるよ今回は。やっぱね、そう、全ページ貼ることになったらもういらいらんわこんなもん。いやもうそう、こういうことですね。説明、はい、感もびっくりしてる。はい、ということでね、はい、今回105巻いくんですけども、はいはい、まずここいいじゃないですか。めくったとこすぐ。ワンピースファンというとみんな盛り上がって話されますがついていけません。おだっち、私はライトな読者ですが、ワンピース大好き、ワンピースファンだと宣言してもいいですか。いいとも。当たり前よな。詳しいとか詳しくないとかもね、どうでもいいよそんなの。考察がどうとか、まず楽しいかどうかやもんな。そう、楽しみましょう105巻ね。ね、もうルフィの夢っていう巻ですから。そう、これ大事な巻ですよ。みんなの夢ではあるからね、はい、これね。まずですね、収録なんですけども、第1056話から1065話という10話分ですよね。まずいきなりすごいですよ。黒すぎるの。いやもう黒ギルね。黒ギル？あ、そうそう、黒すぎるのこと黒ギルって初めて聞いた。黒ギル結構最近みんな略してる。あ、そう、もちろん黒ギルのさ、入るところのさ、扉絵もいいよね。これね、片栗とね、そうだよね、オーブンがね、共闘してるのがね、そうそうそう、いいよね、ロジェルマたちと。扉絵まで触れたらもう今日切れないんでちょっと端折るんですけど、はい、宴は終わり、花の都、あ、ワノ君ですね。そう、前回ね、カイドウを倒しましたよってことで104巻終わってますから、ね、で、まあ緑牛がやってきまして、そうそう、緑牛がやってきましてね、そうそうそ う, そう、大変でしたよね。でですね、その宴がまあ終わってものすごい干からびてしまっている。いや、これ見た時さ、どう思った？いやもう死んじゃって。俺これ見た時にちょっと暗黒大陸行ったやつみたいな感じがして、あ、確かにね、怖かってんだ、ハンターハンターのね、はいはいはい、もう一生元に戻らんのちゃうみたいなね。もうモテたいって言ってんねんけど、雷蔵もね。まあね、そう、雷蔵もしかもね、ちゃんとあの過去に色恋があったということがね、そうですね、あった前提でやっぱちゃんと知ってみると、なんかちょっと儚い忍者だなと思うんですけど、はいはい、幸せになってほしいですよね。この状態でモテたい言えるなら大丈夫やね。あとおつるとね、やっぱ金の再会がね、これがいいですよね。心のね、感じがいいですね、うん。そしてですね、モコモコ王国の王になるということです。そう、トワイ君はなんか考察を当てたとかね、あ、まあまあ言われましたけど、言ってましたけど、まあでもやっぱキャロットがね、まあ、王というのはやっぱいいっすね。キャロットが真ん中に書かれてることから、うん、後に五皇になるんじゃないのかってことが言われてるわけなんですけど、そういうことなんだこれ。そう、まずはモコモの王になったと。すごいね、昼の王と夜の王からね、任命されるってことで。そう、しかもたった一コマの描写で王になることが決まるっていう ね、 ねえ、ワンピースっぽいね、こういうのはね。私なんかより強い人いっぱいいるもん。当たり前だ、国の護衛はわしらの仕事。何よりユティラは心にペドロの意志をついてる。ペドロ、その描写いいよね、やっぱね。ペドロな、今生きてたらどういう風に思うんやろな。夜明け見たかったやろな、ほんと。まあでも生きてたらペドロが王やったかもね。いや、それは間違いないよね。うん、あ、ゾウはユガラ、若えもんに任すぜよ。いや、いいよね。お父様、おでんの父だ。なんと、すき焼きが凱旋ですね。そうなんよね。はい。戻らへん言うてね、ちゃんと戻ってくるの嬉しいよね。すき焼き様であったか、全く気づかなかったと。金右衛門の驚きめっちゃ良くないですか。そう、まあ、金右衛門でね、切れ者って言われとったんやけど、最後までこういうとこあるの可愛らしいよね。そう、可愛らしいよね。しかも、周りはみんな気づいてたっていうのはいいよな。しかもね、妖艶なくのいちゃん帰ってきましたよ。何、熟女はもうへん。話、めっちゃワンピースっぽい。これ、あ、もうこれ緑牛式ダイエットということでね。緑牛式っていうんですかこれ、はい、あの初めて聞きましたけど、はい、緑牛式かっこよく可愛くなります、うん、しかも忍ぶ変わりすぎじゃないこれ。ほんまに ね、 ね、しかもその横でさ、お玉がさ、こうやってるよくない。はいはいはい、もうね、そしてここでもなんとね、プルトンのことを聞いてしまった。そう、はい、こいつカリブーなんですけど、あの人に知らせちゃわねえとなって言ってるけど、あの人って誰だって、まあ、あの人って魚人島から引っ張ってんだよ。せいで、どんだけあの人やねん。コナンの黒幕ぐらいあの人やねん。引っ張ってる ね、 ね。ここまで来たらさ、最初はカイドウじゃないかと思うね、魚人島編では言われてもしたわけで、シャンクスじゃないか。シャンクスでもカイドウでもないわけやんか。そう思ったら誰やねん、うん、誰なんやろね。俺はもうここまで来るとイム様とかもそういうレベルクラスになるよね、なってきちゃうけどね。もしかしたらガイモンかもしれんけどな。なわけないやん、まあ、そういう考察もあったんですけどね。そうそうそう、このさ、数日後将軍格差との復興計画が上がってきまして、資金の見積もりがみたいな。これ
俺なんか熊本のこと言ってる感じもしちょっといいんだよな。あーなるほどね。熊本が震災受けた時に、はい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 、小田先生が率先してお金出してくれたり元気づけるためにいろいろ動いてくれて、あのいい像たちが立ったわけだけども、はいはい、復興に向けてというところがなんかこうお城で言ってるところが熊本城の復興も重なって、熊本に何回か行ったらよ俺らな、そうなのがちょっと感動するなと思ってるんですよ。ちゃんとなんか復興させることまでもわざわざ描写として書くっていうところね。そして、おいゾロ、ちと拙者に剣術を教えてっていう風に麦わらの一味のもとに桃之助は向かうんですけど、探すわけないよ、誰もいない、このジャンプ感の時も言ってないけど、ルフィじゃないんだよ声をかけたのは。まず先にゾロに声をかけるんだよ。ここがねまた胸やつで、はいはい、復興に向けてっていう文章は前にやったでしょ。復興にもちろんお金もかかるんです、でもね力が必要なんですよ、強さもね。そう、この国を守っていけるだけの力、古代兵器に頼らなくてもいける力が欲しいんだよまずね。だからゾロにっていう風に言ったその桃之助の行動がめっちゃいいんだよここで。剣術やからね。そう、そして走り回ります。で日和が朝からみんなに挨拶なさって行っちゃったわねということ、拙者には何もないぞ。そうやね。そしてうどん、トカゲ港、これまた三船長揃ってるんですけど、そうそうそう、真ん中真ん中北東ということで行き先がちょっと揉めてるわけなんですけど、揉めとる。ここは俺ジャンプ読んでるね読者の人はここが運命の分かれ道っていうことね。そうなんよな、思うよねここね、大事な描写なんですよここ。めちゃくちゃ大事やったな。そう、そしてですね、占領道家のバギー、クロスギルドついに本編来ました。そう、これすごいよね。はい、四皇になっているということでね、これびっくりしたな。このポスターめちゃめちゃかっこいいよな。びっくりだってバギーに従ってるんですよ、クロコダイルとミホークが。そう、びっくりしたよね、こんなんどうなってそうなったみたいな。お、衝撃がすごかったよね。まあでもゾロもね早速、いやそんなことはないやろミホークに限ってっていうことを言ってますからね。そうで、ルフィですらあいつアホだぞって言ってるから、よっぽどなんやろね会社をね設立したということなんですよ。それが面白くて、海兵に懸賞金をかけるというシステムなんだよね。大立場の海軍が民間からの暗殺にも怯える世の中だって、ワノ国もさそんなに長いこといたわけじゃないやつか、その間にめっちゃ変わりすぎてるやんな。のかかね、そしてロードポーネグリフの写しをねトラファルガーローくれるんですけど、これめっちゃいいよね、はい、こういうところあるんよね。じゃあさ、そのキッドが今まで集めてきたものもあるんかな、やっぱな。まあもしかしたらね、ルフィたちが持ってない一個を持ってるんじゃないのかってことも言われてますからね。そうなんだよね。でもここでくれるってことはさ、まあ、3人の手柄だからって意味でわかるんやけど、どこまで渡してんの。これは今回のワノ国のやつってことだよね。だからゾウのやつは渡してないわけや多分ね。そう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 、ということは結局ルフィはめっちゃ有利だね。ポーネグリフ読める、ロビンもいるし、ロードポーネグリフ3つも持ってるから。そしてね、これ気になるのがこの火の傷の男を探せってのかっていうこと、ね、そうやね、ね、誰のこと言うとるんやろな。そう、これ新しい設定来るんじゃないよって思ったもんね。でここでローが知ってそうな顔してんのも意味深なんよね。そうです。しかもロビンがハテナになってるのも気になる。そう、まあ僕たちジャンプを読んでる人からするともしかしたらあの人かなっていうのは分かるんだけど、まあね、ちょっとこの時点ではねいろいろ想像しておいてください、ね、コミックさんの方はね。そしてヤマトが出てきます。僕は甲月おでんのように生きるということで、あの行かなかったんだよねルフィたちとはね。そうなんよな。そして第1057話終幕ということで、いよいよ和の国も終わっちゃいますよこれでね。まあ、ここは過去回想がねちょっとあって、桃之助と金右衛門がなんでこんな共に冒険をこれまでしてきたのにそんな挨拶もなしに行くんやとめちゃくちゃ激怒してるんだけど、まあだからビビの逆みたいな感じよね。そう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 、でここでですね港に追いつくんですけど、行かないでくれ寂しい、ずっと一緒にいてほしい、お主らと別れとうないでござる、とはなんか8歳なんだよな。そうなんよな。めちゃくちゃ可愛いね桃な。この笑うていられた父の敵を母の敵を打ってくれてありがとう、拙者ばかりあるから言葉にしつつこの先は怖いって言ってるところのみんなの笑顔もいいんだよな。そうやな。でね、大体こういう時にチョッパーとフランキー泣いてんの。フランキーも一生こうしてるイメージだけどね。フランキーめちゃくちゃ情に熱くて、熱いから。そしてここがね男気を見せるルフィ船長の良さなんですね。そうなんよ。なんとワノ国を守った船長としまして、旗をね授けるんですよね。まあ、だから縄張りにするということでね。そう、縄張りをっていうのはすごいよね。すごいわ。海賊麦わらの一味の海賊引っかかったらもう手出されへんもんね。まあ、今は結構価値あるというか、あの魚人島の時とはわけが違うよね。そうそう、ジャンプ読んでない方も今日たくさん見てるから言えないんだけども、四皇の島に手出しできない詳しくは言わへんねんけど、そうそうそう、だからこの旗が1個あるのとあるとめちゃくちゃすごいことなんですよね。これ、拙者いつの日か光月おでんを超えてみせる。光月おでんがどんだけ偉大な人物かを分かってるだけにものすごい高いハードルだと思うんやけども、それをやっぱ言い切るのっていいよね。でこう正しい歴史がねその怪談師によってこう塗り替えられていくのもいいですよね、はいはい、ちゃんと ね、 確かにね。最後ね、燃えてなんぼの黒ずみに候っていうね、そうこの日和のね、
短歌の切り方がかっこいいなこれ。黒ずみに苦しめられてましたからね。ねえ、あだになりけるものの二つの帰り花咲く物語、ちょうど時間となりました。ちょっと一息願いまして、またのご縁とお預かり週末。めちゃくちゃいいっすよね。まあ、週末って言い切る前になんか喋り出してびっくりしたんですけど、いやめちゃくちゃいいよこの帰り花咲く物語のところの絵ね。えめちゃくちゃいいよね。うもう大団円って感じでね。そうちょっとね不足してるやつがいるんですけどね。まあねもういやもうほんと最後はみんないいよ笑顔になってね。そういやもう桃之助がバレだな本当に。バレやわ。最後旗をどこに掲げようかって言ってかっこよくないこれ。ねえこれマジであの鳥肌めっちゃ立つんやけど。これはよかったね。どこに掲げると思う？それはやっぱ白の上ちゃう。いやもう本当に似合ってなさすぎんねんけどな。白にほら、うん、ほらな俺ねやるよ。やるよって何？どっかから攻めてこられた時に旗がおられるかもしれない、ね。うん、まあ、そういうオマージュする描写が描かれる可能性があるということですね。結局さ終幕したのはさ大団円でしてよかったんですけども、ワロクにでも未回収の謎って結構あるんだよまだな。藤山の形の謎とかさ。いやしそもそもルフィがなくしたビブルカードも誰か分かってないよね結局。一応あれは仮説はまああるけども、うん、だからちょっとなんかワロクにもまた戻ってくること前提のねお話の区切りなんだなと思いました。第1058話新皇帝。これも上がるタイトルですよ ねこれ上がるよね。なんか新しい懸賞金とかがねこう発覚するんですけども、なんと綿飴大好きチョッパーが900ベリーアップで1000ベリーになってた。すごい一気に上がった、ね、そして航海士泥棒猫ナミ3億6600万ベリー。すごいな。いや3億ってすごいよ な、まあ、アーロンなんかも一撃やんこんなそう一撃よ。ソウルキングブルック3億8300万、船大工サイボーグフランキー懸賞金3億9400万。まあでも手配書の写真がねサリー号になりましたから、これ何の伏線だと思う今度。濃いミシンよね。ねえついにカティ・フラムっていう本名のカティ家のね秘密が明かされるようなものでしょうか。ねえ3時の時もオンリーアライブ、そう手配書がちゃんと伏線になってたこともありますから。意味ありましたからね。サニー号にわざわざ書き換える意味があるのか。そうなんよないうふうに思うよね。そして狙撃手ゴッドウソップ5億。ここでねちゃんとあの伏線を回収しましたね。ドレスローザ編でド、うん、フラミンゴをかけたあのゲームの懸賞金の額が5億だったんでちょうどそこに、到達したということで、そして考古学者悪魔の子ニコロビン懸賞金9億3000万。めちゃくちゃさすがに高くなってきたね。めちゃくちゃすごいね。コッククロワシの惨事10億3200万、ソーダ州海峡のジンベイ11億、剣豪海賊狩りのゾロ11億1100万。すごいな。いやいいね剣豪って出てるのもいいねこれ ねこれ抜かしましたねゾロが惨事を。そう大船長4校麦わらルフィ懸賞金30億。すごいねやっぱね。いいね。そして新世界カライバリと4校占領道家のバギー、元七部会サークロコダル、元七部会ジュラキューミホーク。そうすごい絵面だよねこれ。テンション上がったね。両脇に抱えてめっちゃ打ち取られてるやん首と思って。ねえ屈辱という言葉じゃこの感情表現しきれねえよ。無理だそうなんだそらそうなるよ。まあここでねそのクロスギルドの成り立ちみたいなのがこう書かれるんですけど、はいよはい、これすごいびっくりよね。だってやっぱ悪運だけはめっちゃバギー強いから、まあ、強いね4校までになっちゃって、うん、いずれその海賊王みたいな妄想もしてたこともあるから、ね、もしかしたらワンチャンルフィギル先に海賊王になってしまう可能性があるからね。あるあるある。そしてそしてクロコダイルの懸賞金が19億6500万。すごいよな。ねえやっぱ元が8100万やったからよりインパクトがあるというか、うん、でここでさその健在のロギアの能力、わざわざ健在って書く必要あった？まあ能力者狩りが流行ってるからね。でもその健在っていうのはそういう意味じゃなくて、はい、覚醒だと思うんだよね俺も。ああなるほど ねそのあんま覚醒してる描写は、まあ、特にロギアの覚醒ってよく分かってないけど、何か覚醒して健在のロギアっていう風に言われてるのかなと思ってるんですよ。まあ、クロコダイルは能力をね研ぎ澄ましてるって言うてましたからね。そうクロコダイルもやはりめちゃくちゃ強くなってると思うから、今のその覚醒したであろうロギアの戦いみたいなのちょっと見たいですよね。あり得る。そしてミホーク35億9000万ベリー。いやもうルフィたちが30億やからさすげえと思っとったらその上をひょいって超えてきたからね。めちゃくちゃ強いんだろうなやっぱミホークって。ねえミホークってでも七部会入る前どれぐらいやったんやろうな。それは知りたいね。うん。そしてバギーが31億8900万ベリー。すごいね。だってルフィ超えしてんだよ何気にね。懸賞金だけだったらこいつをまず捕らえて海軍に渡すの一番割がいいお仕事じゃないですか。一番割四効果偉くなったらピエロだが、考えようによってはこいつを祭り上げておくのも悪くない。少なくとも俺は四効になどならず平穏に暮らしを望む。ずっと平穏を望んでるもんね。そうだね。そして場面変わりました。
ましてグランドラインカマバッカ王国、はい、ここでですね一本の電話が入るんですよね。俺だサブだ。これ気になってたよね、どうなったんかね。まあ、とりあえず無事だったことはね確定したんですけど、 そして気になるところで次の話いきます、はい、第1059話コビー大佐の一件。コビー大佐の一件って何事とかと、はい、そしてまた場面変わりまして新世界白ひげの故郷スフィンクス付近、久しぶりにマルコが出てきましたと思ったら赤髪海賊団と一緒に乗るっていうね。そうなんだよね、これは不思議な感じよねこれね。でここでヤマトが仲間になるんじゃないかというふうに言われたところの回想がちゃんと書かれてるんだけど、そうですね、さっきの森男の件、誰かのすごい覇気でこの国は救われたんだ、カイドウはいなくなったけど今度はあんな奴がヤマト国を狙ってくると、ほっとけないよ、やっぱり守り神としての役割を果たすやん、ヤマトはね。だから緑牛さえ来てなかったらヤマトは仲間になってたってことですよね。そういうことやね、許されへんな緑牛ほんまに。でもまあまあヤマトはそれでも分かってたと思うんだよな、カイドウがいるおかげで攻められないっていう緑牛の理屈も分かるじゃん、支配されていたようで守られていたことでもあると。確かにね、そうだからちょっとヤマトがついにね桃之助と将軍をタッグを組んでくれたらいいよねこれね。それはそう、うん、そしてカムベルト、ニョガジマン、アマゾンリリーという、はい、いよいよハンコックサイドの話ということですね。そこ見たかってんなずっと、地中海撤廃後どうなったかと、なんと数週間前に襲われてました黒ひげたちに。そうなんよ、そうしかもですねその七部海撤廃ということで海軍も来てるわけで、山火事が来てたんだな、そこにセラフィンがね投入されてたわけです。そうハンコック VS ハンコックっすよ。何このハンコックっぽいやつってなったもんね、怖かったよね。そこにね黒ひげが乗り込んできて奪っちまおうっていうのはね、まさかハンコックのメロメロの実のことだったんだみたいな ね思うわけですけども、そこで久しぶりにこうグラグラの実も能力を使うということで、そう大体メロメロの実奪って誰が食うねんな。セラフィンを見て黒ひげがおい嘘だろ、白い髪褐色の肌黒い翼っていう風にルナリア族のね、さすがにルナリア族のことは歴史研究や趣味なだけあって知っていたと。それにマジで黒ひげすらも驚いているってすごいよね、久しぶりに黒ひげの戦い見てるけど強いよね、強いな。それに対してスレイバーローで応戦します。そう、そしてヘルメットも山火事もやられる。地球上どないやってんねほんまに、ほんまにモモンガ見習え、モモンガとコビーだけまともなやつほんまな。うわ韓国といえども黒ひげに捕まってしまうんやな、ね、懸賞金16億5900万ベリーになった。これも高いね。で、リーチは39億9600万ベリー。すごい上がり幅よね。この間出てきてから速攻上がってるから。そういうことや。だからこの期間って数週間ぐらいしかないから、とんでもないことがこの間に10億以上上がる理由があったんよね。拉致あかねえな英雄コビー。ロッキーポート事件じゃ世話になった。お前のおかげで俺は王直を倒し海賊島のボスになれた。いやこれ何、ね、海賊島っていうのは蜂の巣のことで、今のその黒ひげの拠点のことを言うてるんやけども、そうそう、ロッキーポート事件って七部会になった時に紹介されたローの紹介文だったわけですよ。そうロッキーポート事件の首謀者、黒ひげが関わってるとはみじんも思ってなかったからね。しかもさ、元ロックス海賊団の王直をそれ倒したってことは、ロックス海賊団の残党結構おるんやな。インプとかもしかしたら本編にかかってくるかもしれないよね。そうよね、だから今まで蜂の巣ってのは王直が支配してたってことなんですかね。俺がこの本だから手を離したらこいつはおとなしく仲間を元取りしようと思うか、うちの海兵たちを戻してもなきゃ困ります、お前たちがおとなしく帰るのはそうしてやる。韓国は屈するほどやっぱ強いね、クリーンはね。いいや嘘だ、手を離したらお前は俺たちを石にする、それで終わりだ、違うか、正直男ならお前の術にかかれないと不可能だ、困ったやはり殺す。ここでねレイリーが登場ということで、レイリーの下にも懸賞金書いといてほしかった、書いてほしかったな、ほんまにマジで知りたかったもんな。でもほんまにこれ悪魔のみんな能力者じゃないことはもちろん分かってて、こんななんかちょっとボロボロって変やけども、そっかね刀一本で来るってめちゃくちゃ強いよほんまな。 ややこしくない今この島だって、レイリーいてハンコックいて黒ひげいてコビいるんよ、ほぼ全勢力いるよもう、ね、すごいよね。ハンコック石化を解いてあげなさい、私が見届ける、誰も余計な真似をせず島を出たまえ。そして現在ということで、芍薬がやはりね先々代アマゾンリリー皇帝ということで発覚なんですよね。これみんなの予想通りだったね、まあね、もう何年か待たせんねんこの考察ね。そうそう、まあ、花の名前ということでしたからね芍薬もね、正直言ってあの状況だから助けられたが、私も年を取った今の黒ひげに正面から勝てやした。嘘だろ、レイリーでも黒ひげに勝たれへんのも。だからね、まあもう黒ひげ強すぎるよね。ねえ、つまり海軍はあの新兵器がお前たち七部下になり代わると考えたわけか。いやこれ怖かったね。不思議だった一人は子供の頃の姉様にそっくりって、
でこのねセラフィムっていうのがねジャンプでもとんでもなくね重要なアイテムになってくるんですよ今ね。ぜひねコミックスの方はジャンプ派に願えるいいチャンスだと思うんでぜひ僕たち一緒にジャンプ派になりましょう。なりましょう。はい、このままエッグヘッドに入港します。さらわれたコビー大佐に関してはロッキーポート事件の英雄コビー大佐四国黒ひげ海賊団により拉致生死不明。ちょっと待って武器やったんちゃうの。まさかコビー大佐の一件がこの拉致につながるとはと。生死不明、まあ生きてるだろうけどもなんでコビーをさらったんだって。あそこでさらうべきはコビーじゃないやんか。だって中将やったら山火事もおったから。そうなんでコビーさらった。別に能力に長けてるわけでもないのにな。そうだよ。はい、続いて第1060話ルフィの夢。うん、いよいよ本のタイトルですね。ビビの剣があってからアラバスタに行こうって言ってるルフィもいいんだけどね。ここで麦わらの一味にねこの間に何があったのかをこう新聞とかで知るような描写がこうたくさんあるんですけども、うんうん、ここでなんとルフィが夢の果てをね言うんですけど忘れた頃に言ってくるよな。そうやね、こんな大事なことをこんなさらって言っちゃうのみたいな。しかもこの時夢を語った時のみんなの反応がバラバラなんよね。そう、笑ってるやつもいるし無理っぽい顔してる人もいるし不思議な顔してる人もいるし、こんな反応になると思わなかった。多分みんなは絶対できるよお前ならみたいな感じじゃん普通は。でも無理っぽくねそれみたいな感じの顔をしてる人。ロビンとかめちゃくちゃ驚いてるもんね。そうだってウソップに関してはそんなことできるわけねえだろって言ってるから船長の夢否定しちゃうんだみたいな。そう、え結構意外じゃなかったね。しかもさあんだけ笑っていいのはさ俺らだけなんだけど、エースとかもすごい大事にしたわりにさ、うん、みんな笑ってると思いきや笑ってないやつもいたり。確かにな、うん、当時そのジャンプ界でやった時はいずれ仲間として抜ける人間が笑ってないみたいなこともあったんだよね、はいはい、ここで応援してくれてる人笑ってくれてる人だけが最後まで迎え入れる、笑ってない人だけは途中で死ぬ説みたいなこと言われてたんですよ ね。ジンベイだけねちょっとねなんか作業してたんか聞いてなかったけどねん今なんとそうもう一回聞かれへん流れマジいいみたいなわしだけ遠かったのもう一回言ってよっていうめっちゃ面白いけどね、うん、ちゃんとその後にわーはーはー言うてるから多分聞けたよね。え多分空気合わせて笑ってる。あこれ聞いてないけどそう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 いう感じやんか心境としては。えよくあるやん友達とかと話しとってさ道で2回ぐらいさえなんてっつってさ3回目も聞かれへんなみたいなあははははみたいなごまかさあれこの船に乗ってしまったからには他人事じゃないのやばいやそれっぽいこと言うてるやばそりゃ海賊王にくらいなれねえと無理だな。ロードポーネグルあと一つでラフテルに行けちまうからな。海賊王になりさえすればいけそうな夢であるということでね。そうなんよ。最後の一つのポーネグリフ長い間誰にも見つけられなかった石全く手がかりがないのよ。長い間ってのはどれぐらいのこと。ロジャー以降は少なくとも見つかってないんかなねえ。そして炎帝サバよりカマワ高校に通信逆探知されてんだよね。そう、ここでモローセが久しぶりに登場しました。ルルシア、なんと先日の8カ国革命の一国でサボが潜伏するにはうってつけの。なるほど、運のない男が。いやこれが運命。こっからねえぐい展開なんだよね。そうなんよな。ドラゴンさん、コブラ王暗殺の犯人は俺じゃない。そら知ってんのよね、うん、だが俺はマリジオでとんでもないものを見た。パンゲア城の空の玉座には世界の王などいないはずの、あの玉座には通信部よく聞け。お前たちは何も探知していない、何も傍受していない。ルルシア王国、そんな国はもともとないではないか。怖い。イム様法って言われてるんですけど、通称ね。そう、このねイム様法っていう上から下に注がれてるであろうこのレーザービームみたいなのが16個あることからね、のすけさんが当時考察されてましたけども、うん、16個の教団なんだなっていうね。そう、フラミンゴの最後の技ですね。そうね、イム様の目だけが見えてるのめっちゃ怖くない。これ怖いわね。えいろんなね大事な描写が詰まってんのよここね。結局あの玉座には座ってるものがいたって言いたいのかな。イム様みたいなやつがいたのかな。その辺が何を見たのかっていうのは全く分かんないんだろう。嬉しいよね、言ってほしいんだよね。そして麦わらの一味の方ではですね、断水渦っていうものが発生してまして、そう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 、不思議よねこれね。そしてなんと中から出てきたのはジュエリーボニー。そう、はい、3億2000万ベリー。ボニーがねこの時に子供の姿で出てきてるんですよね。そう、つまり断水渦っていうのは一応その名の通り水の塊なんで、能力者っていうのは水に触れてる時って能力が発動できないと思われますから、オーブンみたいに一部が使っていて能力を使うことは過去にもあったんだけど、そうそうそう、全身が使っていたらちょっと能力使えないはずなんだよね。無効化されてるんで、もしかしたらこれがボニーの本来の姿なんじゃないのか。そうそう、元の姿に戻ってるとしたら、もしかしたらボニーってのは本当に幼少だったんじゃないかっていう説もあるぐらいなんですよね。そして第1061話未来島エッグヘッド、はい、エッグヘッド編に突入です。皆さんねえワクワクしますね。誰だあいつ、海から飛び出してきた。これキャッチしてうまく助かるんですが、その下メグザモンスター、サメ映画のね。
ね。そうです、はい、完璧に一緒ですからね、まんまのやつ。水面下に何かいるぞ。めっちゃ怖ない、この描写。そう、こんだけでかいサミやね。ここからしばらくピンチが続くんですけども、なんとかピンチを乗り切ります。フランキー大活躍、はい、さすがです。付近の島海軍本部 G14 支部シギがね、バンクハザードで救出した子供たちが回復している。ちょっとね、あのワノ国の方ではスマイルの副作用を回復しませんでしたけど、子供たちはちゃんと縮んでいるということで、よかったよねこれね。よかった。縮む薬ってすごいね、まあドクターベカパンゴの発明だと思うんだけど。ドール中将美人、そしてヘルメッポが嘆願してコビーたちを助けたいって言うんだよね。初登場のヒバリ、かわいい。そうね、まあでもソードですからね、さらりと。そうで、プリンスグルスが出てくるね。プリングルスってずっと俺ら言ってるよね。はい、ポテですよ。ねえ、ドレイクも音信不通って言ってるから、ドレイクどうなっちゃったのね。そうなんだ。ドレイクめっちゃ気になるんだよな。どこにも帰る場所がないみたいになってたけど、なんで帰られへんのやろな。帰れそうな空気やのにね、これ。そうそう。そしてルフィサイド、私はボニー敵だ、覚えとけ。元の姿に戻りましたけど、普通に男の前でこの裸になります？ね、こういう自由奔放なところがモンキー家とかに似てるみたいなところもあって、エースのやっぱ双子説ってのがやっぱちょっと出てくるのかな。それはすごいね。ね、あの女の子だったらアンって言ってたやつ。確かに、まあ、アンボニーっていう海賊がいますからね。実際にボニーはその女海賊がね、昔あの、うん、アンボニーっていう海賊がいたんですけども、そのモデルというふうに言われてますから、そういうところがあるかなって思っちゃうんだよね。で、配信はなんだ、髪白くなったのかというふうに言ってるけども、そうそうそう、 あれは俺が自由になった姿だってことで、ルフィもちゃんとそれを理解してなってるから、今のところはそのゾーン系の覚醒にありがちな乗っ取られるみたいなことは起こってないんだな。ボニーがこの島になんか関係ありそうなことをね言ってるんですけども、不思議なんですよね。エッグヘッド、500年後の未来と言われるドクターベカパンクの研究所がある島だ。ここでね出てくるんだね、ベカパンクがね。そうなんよな。そしてハニー号の方もね、ピンチが終わったんですけども、謎の巨大ロボに抱きかかえられて次のピンチを迎えるんですね。そう、ここで出てくるのがドクターベカパンク。え、女なん、しかも若いって思ったもんね、ジャンプの時にもね。第1062話科学の国の冒険、はい、久しぶりにこのね、なんとかの国の冒険シリーズ、ね、そうですね。ここからやっぱもう新章って感じですよね。ねえ、ベカパンクってあの、そのベカパンクなんかも何巻前から出てるよ、名前、ね、いや、ほんまね、45巻ですか、最初はね。そう、いや、すごいね。待って、ベカパンクは女性だなんて聞いたことないし、活動期間と見た目の年齢が合ってないわ。さすが冷静なロビン。ちゃんとその時にもこうやってね、あの戦闘態勢に入ってるロビンがいいんだよね。そうなよな。このシービストウェポンっていうのもめちゃくちゃ強いね。強いね。これ見るとやっぱりあの、怪獣に乗ってた魚人島の入り口のところを思い出すんだよな。そう。絶望的な。ある種、まあ、海洋類というか、古代兵器みたいなのを作ろうとしてるんかな。ここにね、リリスね、そのベカパンクに連絡が入るんですけど、第一、そいつら降参などしない、麦わらの一味だ、先日四皇になったやつらだとしたらお前はミスをした、いや舐めてかかった、船にいる剣士を見てみろ。ゾロがね、今でも切りかかりそうな感じなんですけども、ここでゾロってかっこいいよな、やっぱかっこいいわ。隙を見せないこの二人がね、カマワン連れてこい、その一味には興味がある。ドクターベカパンク、シャッベカパンクはなんと何人もいるということがね、そうなんよ、分かりましたけど。そしてボニーがね、クマのことを思ってる描写がありますけども、この時のねジンベイがちょっとね、めちゃくちゃ怖い顔してるね、見たことないジンベイの顔してんのよね。ジンベイも支部会でクマとは何度も話したことあるやろうから、好きだから、まあ分からんけど、まあ思うところはあるんじゃない。どんな会話してたの。そりゃどうなん、クマ最近はみたいな。いや、普通の会話や、普通の会話をよくしてたんじゃない、まあ、でもここで初めてボニーはあれですよね、クマの娘であることが分かりましたよね。うん、そしてですね、謎のね、竜に食われるんですけど、こちらはホログラムだったということで、すごい未来の技術って感じがするんですよ ね、 これが光で作る立体映像物語か空想世界の話だぞこんなの。すごいよねこれはね。小田先生が趣味で買っている映像が立体になるやつみたいなやつ、はい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 、そう経てんのかなこれね。まあそうやもね。宇宙怪獣っていう単語はね、これ出てくるんですよ。そう、まず宇宙っていう概念がちゃんとあるんだと。まあ元々ルフィは UFO とかそういう風な技名に組み込むほど、この世界にはないものを、まあ、作り出しているわけですから、宇宙怪獣っていうものを知っててもおかしくないんですけども。そうだよね。そう、エネルのスペース大作戦ぐらいしか宇宙海賊とか宇宙何そう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 聞いてないから、宇宙海賊って実際にいたっていうことですかと。まあでもここで一気にね、背景のロケットも書いてるし、そう、そう思ったら幻獣種モデル宇宙怪獣とかもありそうじゃないですか。ありえるよね。そう思ったらめちゃくちゃやっぱ奥深いよね、まあ、ワンピースのその世界観っていうのがね。今気づいたんだが、近海は極寒の海じゃったのにここは南国だ、確かに冬島だがなみたいなことで言ってるんですけど、俺が作った島エアコンで土から、なんとドクターベカパンクは青年の頃から着想を得ていた土暖房システムを完成させていたという。しかも進化させてるっていう ねエアコンにしてると。そうで、ここでねボタンを押すだけでご飯が出てくる装置も出たんでね、スタジオに欲しい、本当にそう、まあ、みんなが欲しいと
思うんだけど、まさにドラえもんの世界なんでね、もうグルメテーブル掛けとかと一緒なんでね、これ ね。そして高圧グローブ、光を干渉物にとどめない、触った瞬間人をそれを物体と認めるだろう、複雑だね、この設定もいつかこう生きてくるのかな、使うよ ね。しかもね、物体と認めるだろうっていうところに、え、いないのかそいつっていうところに対して、そういるかいないかはお前らが決めろ、その言葉すら俺には旧時代の概念だ、これもうメタバースの考え方だよな、ね、今から絶対10年後20年後っていうのはメタバースの世界っていうのが主流になってると思っていて、まあ言ったら日本国政府、あの内閣府でも2050年までに人が脳、体、空間、時間の制約から解き放たれる社会を実現するということを言うとるわけなんですよ。そんな何でもね、その内閣府のホームページによりますと、自分が10体のアバターを持てると、そう、その10体のアバターが自分に代わっていろんな仕事や作業をするからめちゃくちゃ効率いい、だから時間の制約から解き放たれるって言ってるんやけども、まあ、だから自分とは何かみたいな話になるかもしれないですからね。そうなんだよね、もう10年後20年後にこの言葉を見た時に、太田先生でも分かってたんだなみたいなことまた言うんだろうなと。いやだからもう手塚先生とかと同じですよね。ねえ、そして場面変わって新世界、なんと CP0 が来てるんですよね。ついに来ました、久しぶりにね、ルッチたちが見れたんですけど、そう6人いるんやって、サテライトっていうベカパンクが ね。そしてなんと後ろにはクマが、そういやすごいよね、七部会全員おるんかいなということやもんね。まあいるんでしょうね多分ね、まあ、あとはやっぱ各ルッチ指数し、コミックス派の方が今後どう楽しくワンピース読んでいくかっていう一個ヒントを僕に、はい、教えようと思ってるんですよ。この最後の世界一役に立つ男を消すか、先日のルッチの件と何かつながりかってルッチが言ってるやんか、そしてスツーシー、ダメよ詮索はあなたみたいに勘のいい人は特に、全くじゃわしらは巻き込まんでくれルッチ、これがもう爆笑に変わるから、何をあんま言わんとこ、でもここの描写ちょっとねめっちゃ覚えといてほしいんだよね。楽しみっすね CP0 の活躍。あ、だからよく真顔でその振りみたいなこと言えますね、あなた、あなたが一番いろんなことを言ってたのについに出てきたかと。あ、そうです、うん。第1063話、たった一人の家族、いやうまかったと、昔これワーコレで見たぞこのシーン、あったりよく食ったな、4人とも腹パンパンじゃねえか、めちゃくちゃ食うからねこの人たちね、大ぐらいのジュエリーボニーっていう異名を持つほどの女と同じぐらい食ってるルフィってやっぱすごいやな、すごい。ジンベもね、わしゃ元からじゃっていうね、誰にも突っ込まれてないボケをかましてるんやけど、ジンベ好きやな。そしてこれがね今回の衣装なんでしょうね、SSG と書かれたエクヘッドのコスチュームが決まりました。デフォルメ映えしそうな衣装ですね、これも多分ワーコールとかになるだろうな、ボニーがめちゃんこ可愛いんだよな、セクシー、そしてなんかクマっぽいポリスが現れる、ね、そうやね、ボニーはちょっと複雑だよねここでね、僕たちが長年気になっていたことが判明します、はい、だからお願い、お父さんを傷つけないで、クマ過去回想こんなお父さんやったんかね、えびっくりしてまうよ顔ね。そして場面変わって新世界とある海域、ぜーはーはー、これは黒ひげ、そしてなんとローが女体化してます、これフィギュアで見たことある、そうフィギュアでね、その非公認ってなってる、そう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 、フィギュアが POP で出たんですけども、そこと同じような感じで出てるってのはいいよね、逆輸入や、そうね、もともとその女体化っていうのはあったんだけども、フィギュア化したからこそちゃんとマージュしてるところもあのいいなと思っております。なんと伝染する能力ということで、これ何の能力だ、すごいよね、ただですね、ローは強いです、破れるはずだ、過剰な覇気に能力が通じねえっていうことで、そうやっぱ世界はよくできてます、そうね、覇気こそが全てを凌駕する、カイドウ先生も教えてくれましたから、おお病を解かれたか、さすが30億の首、そうなんだよね、女になる病っていうウイルスを撒き散らした、そうなんよ、はい、毒球シクシクの実ということでね、シックシックのね、シクシクなんでしょうけど、ね、そして万王がなんとワップワップの実ってなんやねん、ワープっていう概念ずるくない、だって狙撃手とワープって最強の組み合わせやで、いやすごいよね、そしてジーザスバース力力な身に、これだけ外れやな、どういうことや、これだけどうしようもないねえ、山を持ち上げた、別にインパクト、まあ、ローだって軍艦とか持ち上げてるからインパクトに欠けるんやけども、まあ、実際その後ねルームでぐちゃぐちゃしてるしね、そう、いやちょっとねこの力力がどんなもんかちょっと楽しみですよね、多分そろそろ船降りると思う、バージェス黒ひげ海賊、やたらとあんた船降ろしたいですよね、なんか最近ね、いえ無理やと思う、そろそろカイドウは当然持ってただろ、お前らはいくつ揃えた、全部もらうぞロードポーネグリ、条件は同じだ、勝った方の総取りでな、まあ、ということでね、黒ひげ対ローが始まってしまうわけなんですよね、そう、そして第1064話エクヘッドラボフェーズ、前回から引き続きロー VS 黒ひげ戦なんですけども、すごい戦いよね、だって4校ビッグマムを倒した後に今度黒ひげっていうね、4校4校なんですよね、もう4校ラッシュで
新人間の衝撃はすごいですね。そう、そして早速、覚醒技ショックビレでこう応戦していくんですけども、黒ひげってやっぱりザ・海賊って感じするよな。そうやな、でワープしてね、それ助けるんですけども、なんで全員能力者か、全員海が弱点ってことだよな。弱点より利があんのが悪魔の身であろう。悪魔の身派なんでね、多分黒ひげの考え方は、ね、そして海中から敵襲ということで、誰がいるかと思うとペンシャチがね、海中の戦いが得意ってことで、いやペンシャチかっこいい。そうね、まあ、やっぱ悪魔の身の能力者ばっかりだから海戦が得意なのもいいよ ね。そしてですね、東亜くんの推しキャラのプリンちゃんが出てきました。久しぶりに出てきましたけど、どうですかプリンちゃん。いやまさかここにおるとはね、扉でね、まあ、捕まったってことやったわけなんですけども、こんなすぐ出てくるのもびっくりしたね。そして新世界でウィナー島にて四皇黒ひげとトラファルガーローがまだ決着待ちか、もどかしいのを減衰中は。これ誰からの指示待ちなん、トングなん、誰なんこれ、五老星なんかな、誰にこれこういう風な命令権がね上にあってこう、ね、こうなってるのかね、もどかしいって言ってる。未来島エクヘッドに移ります。ルフィ70歳ある方向の未来ということで、姿形を変えたらパシフィスタという、まあ、ポリスからも逃げれるということで、このしかもさ、ボニーがさ持つね、このビームサーベルみたいなやつ、それが後々ちょっと面白いことになるんでね。父は言っていた、自分は特殊な種族だって。クマも何、特殊な種族なん。そういうことはボニーもその血を引いてるってことで OK？ だから特殊な種族なん君もっていう。ボー君、クマって呼ばれた人間がどうして七部会になったのか、革命軍に入ってるのか、一国の国王がどうやって追われたのか、全然わかんないな。でサニーゴーサイド、ロボが空を飛んでる、これめちゃくちゃ夢あるよね。ここは未来を作る島、エッグヘッドということで、すごいわ。雲の上はラボフェーズ、ドムシューズっていうものなんですけど、欲しいね、ドムシューズ ねいいよね。なんかこのドムシューズもさ、カシャってボタン押しただけでキュッてこう閉まるさ、もうバックザフィーチャーのナイキの靴と同じ感じだね。確かにね、未来があるよね。そしてですね、シャカ、先ほどね紹介したベカパンクのサテライトの人のシャカがですね、誰かと話してるんですよ。連載っていうのはな、自分の未来も見えてしまうものなんだ。何の話だベカパンク、私はもうすぐ死ぬだろう。冗談はやめろ、シャレになってないぞ。お前に聞いといて欲しかったのさ、ドラゴンだ。そう、なんとパンク本体じゃなくてシャカがわざわざドラゴンと会話してると。ベカパンクと繋がってました、ドラゴンは。ねえ、どういうことですか。第1065話、6人のベカパンク、未来一番エッグヘッドラボフェーズのお話なんですけども、これさりげなくカリブが降りろと言われてます。あ、まさしく船を降ろされましたね。うちの船降りろと言われてますけども、ここでねジンベイがね見つかるんですけど、なんとセラフィムがね、そうなんよな、しかも攻撃を、仕掛けてきます。そうそうそう、ジンベイは強いからね、魚人化ってどこまで覚えてんのって話やんか。ねえ、不思議なのはさ、その能力っていうのはコピーすることはできてるのは知ってるんやけどもさ、自分自身の今までの経験上培った能力は再現できるんですかってことよ。ジンベイの魚人空手、はい、ミホークの剣術、ここまでを再現されてしまったら、じゃあ修行期間って何やったんっていうのは、確かになー、ここだけが、ね、俺まだ納得いってない部分なんですよ。ルナリア族だからって種族の特性は分かるし、悪魔の実をコピーしてきましたっていうのもデカパンクだってできそうやけど、経験というものは培えないでしょっていう風に思っちゃうから、なんかあるんじゃん、その秘伝の書みたいな、魚人空手の書とかを読み込まして勝手に練習させてるとか。いや、ずる、そんなアビリティつけるんやったらみんなその能力作れちゃうから、まあね、逆になんかちょっと残念な感じになっちゃわないって思うんだけど、俺だからもう心配してるのは。しかもですね、そのジンベイセラフィムはザブンって言って床に潜っていくんですよ。そうなんよね、そう、これはまさしくね、あの能力じゃないですか、スイスイやと。そしてまた新しいベカパンクが登場します。このエジソンですね、こんなロボットっぽいちっちゃいやつもおんねんやみたいなね。そしてピタゴラスも出てきますね。こっちもあんま人からはかけ離れてますね。そうなんだよね。そしてヨーク、これ出そうってくるんです、こうやって。それぞれがそれぞれ何かを担当していて、知識がこう共有されるよみたいなね、経験値が共有されるよという仕組みらしい感じらしいですね。そしてですね、一番最後のページ、これ衝撃を受けたんですけども、はい、未来島エッグヘッドっていうとか、未来の道具があったり未来のテクノロジーがあると思ってたんですけども、社会曰くここは過去だ。どういう意味ってなる。なんでと。高い文明を持つ王国が900年前に存在していたと言ったら信じられるか。なんとこの巨大ロボは900年前のものということで、今見てるこの未来の光景は過去にあった描写ということなんで、恐ろしいよ。そうだから僕たちは空白の100年からどんどん時代が進むにつれて新しい文明が築かれていってると思ったけど、文明は衰退したってことだ。そうなんよね。いや900年前でこんな世界やったん。みんながドムシューズを履いてるような海賊の世界からかけ離れてるよね。ねえ、そういう夢がですねエッグヘッド編にはあるというワクワクする出だしでございました。一体ある巨大な王国は一体何があったのかって感じよね。そう、
ということでですね、皆さん105巻いかがでしたか？いや面白かった。いやめちゃくちゃ暑いから全ページにもう付箋貼っちゃったよ。見える？確かにね。ほら全く見えませんけど。ということでですね、久しぶりにこの単行本が出た時にね、こうレビューしたんですけど、どうでしたでしょうか？皆さんの感想、面白かったポイントなどでよかったらコメント欄に書いてくださいませ。今日の動画が面白かったという人はぜひ高評価、そしてですね、僕たちが単行本出るたびにレビューやりますので、それを毎回楽しみにしてくださる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ベルマークもお願いします。はい、そして僕たち各種 SNS をやっております。 Twitter、Instagram などやってますので、ぜひ、はい、登録してください。よろしくお願いします。それでは See you. Bye. Come on.